皆さん、ご機嫌いかがですか？ジョゼフィーヌです。今日は福島県相馬市の松川浦に来ています。原釜から松川浦大橋を通って海沿いのコースをなんかしてみるわね。それにしても、今日はとてもいい天気だわ。祝日だから、バイクで走っている人もとても多いみたいね。私もたまにはエンジンをかけてあげないと愛車の R25 がかわいそうだからお出かけしてみたの。どうして帝国商事の制服を着てバイクに乗っているんですかって？あら？言ってなかったかしら。私の勤務先は銀河系最大の商社。帝国商事なのよ。私は帝国商事太陽系支社で OL をやっているの。この制服は宇宙ステーション外でも作業できるように作られているから、ツーリングウェアとしても最適なのよ。おしゃれ度はゼロだけどね。さすがに宇宙ステーションの中ではバイクで走っても楽しめないから。今日は、地球までわざわざ貨物船でバイクを運んできたのよ。やっぱり人工重力と本当の重力かとではサスの感触が違うわね。風や潮の香りも自然のものは素晴らしいわ。宇宙ステーション内のバーチャル映像とは全然違うわね。こういう雄大な景色の中を走っていると仕事に追われる日々のストレスも薄れていくわ。前にも話したけど、本当はエステティシャンになりたかったのに、訳あって、今の会社に勤めることになったわ。希望していた仕事ではなかったけど、報酬も良かったし、やってみたらなかなか面白い仕事だったの。だから、この8年間頑張れてきたんだけど、今回、7月に太陽系支社に移動してきてからはなぜかいつものようにうまく仕事が回せないのよね。だから、最近、ちょっと考えちゃうの。このまま、今の会社に居続けることが私の人生にとって、正解なのかしらって。仕事がうまく回らないことをバカ課長の、じゃなくて、同僚のせいにしていたけど、むしろ、私が変わっていく時期に、家変わらなければいけない時期に来ているのかなって。この海を見ているとそんなことを思っちゃうわ。あと2年で私も30歳。今が転機なのかもしれないわね。雄大な景色は私の悩みをとてもちっぽけなものだったって分からせてくれたわ。来週、支社長とお話しする機会があるから、そこで、今までの自分とさよならしようと思うの。変わる時が来たのよ。この決断が正解かどうかはわからないわ。でも、若い頃の夢を捨てて、今の会社でこのまま流されていくのは違う気がする。そろそろ、太平洋ともお別れね。太平洋に別れを告げるように。帝国商事ともさよならしようと思うわ。波音が癒されるわね。太平洋を見ながらバイクで走ったことで、会社を辞める決心がついたわ。巨大企業の中にいればそれなりに安定しているけど、10代の頃の自分に嘘をついたまま生きていきたくはないわ。だから、地球でバイクに乗るのはおそらく、これが最後ね。バイク女子ジョゼフィーヌの動画にチャンネル登録をしてくれて今までありがとう。
また、いつか会える日まで。